キバナムギナデシコは、キクカバラモン人族の一種、二年草。英語では、メドーサルシファイ、スノーイーゴーツベアード、メドーゴーツベアードという別称がある。日本の朝顔のように朝の陽光で飲み、開花するため、ジャックゴーツーベッドアットヌーンとも言う。和名では、バラモンギク、キバナバラモン人、キバナザキバラモン人とも呼ばれる。なお、キバナバラモン人という名は、 フタナミソウの S.E. スパニーカの和名でもある。ヨーロッパ、北米、日本に分布し生息している。北米では、南オンタリオからマサチューセッツまで、イングランド全域、スコットランド西部、南部、アイルランドの内陸部。6月から10月まで開花する。花は、直径3センチメートルから5センチメートル。高さは30センチメートルから100センチメートル。 底部の葉は縦長の皮脂型で1 0トルから3 0トルの長さグレーグリーン色。髪型の葉は短く逆立している。このような葉の形状はイギリスタンポポ型に特有である。痩せ下には長い冠毛がある。本種のワカメや根はバラモン人ンと同様に食用、薬用として利用され糖尿病に効くと言われる。樹液には ラテックスの成分があり、アルメニアでは子供が手作りガムにする。ありがとうございます。